最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はバートランド、バートランド先頭、あと 200m バートランド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。シャープフレーム迫る、バートランド、バートランド1着、2着にはどうやらシャープフレーム、勝ったのはバートランド、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さて何が行くのでしょうか。ストップザキャミオン前に行きそうです。ジムニリオンそれに続いています。さらにはローブダイヤモンド、14番マスターグライドル、その後ろルビアノ、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはタケデンファイター。さあ先頭はまだ4番タケデンファイター、ストップザキャミオン、ほとんど差がありません。さあタケデンファイターこのまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はタケデンファイター。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タケデンファイター先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m タケデンファイター先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はルビアノ、先頭はタケデンファイター1着でゴール。タケデンファイター1着、2着にはどうやらルビアノ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。タケデンファイターまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ボルト飛び出したのはワンダフルグルーヴ、綺麗なスタートを切りました。ハッピーピナクル前に行きそうです。ワンダフルグルーヴそれに続いています。さらにはシングルスカイ、9番ミスティーバウンド、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。ワンダフルグルーヴ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。では前の方からワンダフルグルーヴ先手を取りました。内からはミスティーバウンド、その隣にハッピーピナクル、メジロマックイーン、好位をキープ。その外からグッドガール、その外にギャラントトゥルース、デルタトゥモロー、そのうちに続いています。その外にシングルスカイ、その隣にシグナルコラム、その横にダンディロード、マジックスペイン、すぐ後ろその隣にキャッスルクルーズ、その外からセントビッグ、白の帽子、アンバーシャルマン、その後ろ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からフローラルアムール先手を取りました。その外からワンダフルグループ並んで、15番ギャラントトゥルース、ハッピーピナクル、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はワンダフルグループ、フローラルアムール、ほとんど差がありません。ギャラントトゥルース3番手、メジロマックイーン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はギャラントトゥルース、その隣からはワンダフルグループ、ダンディロード続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ワンダフルグルーヴ先頭、差はほとんどありません。2番手はシングルスカイ、先頭を捉えるか。あと 200m、 ワンダフルグルーヴ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。メジロマックイーンかわす、メジロマックイーンもう一伸び、メジロマックイーン1着、メジロマックイーン1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロマックイーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはディートスカーレット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくディートスカーレット行きました。続いて前へ行くのはディッチオペラ、さらにはダイヤモンドグロー、14番サードブレイク、その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはディートスカーレット、2番手に8番ダイタクヘリオス、これに続くのがディッチオペラ、内からはダイヤモンドグロー、黒の帽子サイドウッド、その後ろすぐ後ろにクロスパス、さらにはエリザベスフレーム、その外にアポロガイドブック、その外からカリビアンミネルバ、すぐ後ろにレガシーオブレディ、赤の帽子ソウルマーブル、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はダイタクヘリオス、ヒートスカーレット、ほとんど差がありません。サードブレイク3番手、さあダイタクヘリオス逃げ切れるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダイタクヘリオス、サードブレイク、その後ろ、その隣からはヒートスカーレット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ダイタクヘリオス先頭、後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。あと 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ、後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はウィッシュサミット、完璧です。圧倒的な強さを見せましたダイタクヘリオス。1着2着はウィッシュサミット、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたダイタクヘリオス。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは後継2世、綺麗なスタートを切りました。フリートダイアン前に行きそうです。ピストレブリュー、それに続いています。さらにはアロマピレネー、12番ベストパル、その後ろストライクザゴールド、後方からもう一度先頭から後継2世、先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から、先手を取ったのは後継2世、その隣にマーブルアトラス、ピストレブリュー、そのうちに続いています。その外にアロマピレネー、その隣にアインマシーン、その横にエフェルビエブリュー、フリートダイヤ、この馬もこのグループ、すぐ後ろにスワーブダンサー、これに続くのがアイルトンショット、すぐ後ろにサイドルーブル、さらにはセーヌブラッド、しんがりからストライクザゴールド、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、9番マーブルアトラス、一気に先頭に立ちました。ピンクの帽子アインマシーン、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてマーブルアトラス、まだ粘っています。アインマシーン、ほとんど差がありません。ベストパル3番手、後継2世 B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアインマシーン、後継2世先頭、残り 200m、 後継2世先頭だ、リードは2馬身、このまま押し切れるか。後継2世、2番手はストライクザゴールド、後継2世1着、後継2世完勝、後継2世1着、2着はストライクザゴールド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました後継2世。まさしく日本が世界に誇れる馬です。